はい、皆さんおはようございます。宮内ゆきです。それでは、じゃあ、今週もね、心理テストいきたいと思います。はい、もしあなたがトマトを食べるなら、どのようにして食べたいですか？ 1、トマトの、蜜漬け。2、トマト卵炒め。3、トマトの砂糖がけ。4、生トマト。5、トマトサラダ。6、トマトジュース。ということで。今の気分的には、6番ですね。トマトジュースでいきたいと思います。さあ、今日は何がわかるでしょうか。はい。この6つの選択肢から1つを選ぶことで、あなたの浮気度が鑑定されます。1、トマトの蜜漬けの人60%。2、トマト卵炒めの人40%。3、トマトの砂糖がけの人200%。生トマトの人0%。5、トマトサラダの人は20%で、最後6、俺のトマトジュースは99%ということで。うわー、やばいですね。なんか心理テスト最近、なんかいい答えが出てないな、やばいな。というわけでですね、皆さんはどうだったでしょうか。はい、今週もね、楽しい一週間にしましょう。またねー。